あ、そう、私フロンティアのね、あの初日公演にも、もう5分の3出ちゃうんですけど大丈夫ですか？そう、さっきあの、私ね、待って、海派か山派かって言われたら海に行きたいかな。海、海。ももねちゃん、さっきね、ももねさんと対戦したんです。ももねさんには言ってないけど、ひっそりこっそり、ひっそりこっそりももねさんと対戦しました。対戦しました。そう、フロンティアも出ます。平山姉さんと呼んでください皆さん。山屋と松坂牛、そんなん、そんなんボーナスタイム終わっちゃう。これね、あの絶対に画面とね、音をこのゲームの画面見せたりすると本当にアカウントがバンになってしまうので、ちょっとね、音も出せないんですけど、あの私しかもあの7期生はデビューしてないので、あの秘密のアカウント、秘密のアカウントじゃないな、あの名前とかもちょっとね言えないんですけど、そう、さっきで買った、あの羽版で買った、1位になった。さっき海の幸、海鮮は山の幸、決める、どっちも。どっちも食べたい、どっちも食べたい。全然そんなね、あのマイって分かる名前じゃない。あ、さそう、モモネのきらめきをゲットしました。でも前は、うん、ま、違う称号にしとる。羽まん、羽まん。そう、じゃあちょっと、あ、間違えた、あ、コメントだけのやつにしてた、ごめんなさい、あれしてなかった、海鮮じゃないわ。残卓さん、お疲れありがとうございます。あ、ん、あ、ときめき、そうそう、ときめき、ときめき、そうそう、ときめき、ときめき、ときめきがゲットしました。わ、山田さん、カニありがとうございます。こうやってどうやったらアバターもらえる、3回も会えるんかな。まあ、ちょっととりあえずあのしますね、ボーナスタイムなので。その最近このベッドの意味を分かって、今まで押していいもんなんか分からんかったんですよ。そう、麻雀マイティのブログ見て、マイさ、これさ、コメント読んじゃうから麻雀進まんやん、どうしよう。どうしよう、これ、そう、もうこれももねさん専用のアカウントみたいなものなので。あ、ナッツ尊い、ありがとう。そうね、一気にかけたいけど、でもさ、まあ、コインをね、今ね3800なんですよ、コインが。でも今から一応しがちゃ引いても遅いなと思って。わあ、千代ちゃんギフトありがとう、海のカニカニ。リュウジさん、クラッカーとハートありがとうございます。そう、皆さん一緒にやりましょう、麻雀。皆さんと一緒にやるために今から私は、まあでもね、マイと対戦するってしてもわかんないと思うんですけど。たまに、あ、知ってる方の名前とか、ファンのね方の名前とかあって、で前はこそこそとやってるので、ヒヒヒヒ。これどうやってさ、なんて言うん、へ、同時進行したらいいんやろ。ちょっと左手ショールーム、右手麻雀やねんけど、大丈夫これ。ちょっと、じゃあこれちょっとね、あのあれしますね、ギフト後で読みますね。ちょっともうこれはここまで来て、写真集もうここまで来たらね、ちょっと前も負けず嫌いなもんで、
なんか舞が負けず嫌いになってどうすんねんって話なんですけどね。ちょっと絶対になんか2位3位でもグラビア撮影なんか書いてましたよね。でもやっぱ写真集がいいですよね。そう、早打ちイベントがあるからね今は。でいつも間違えるんですよ、焦りすぎて。お、いいぞ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 。これどうやっ同時進行できへんけど、まあ皆さんも一緒にやりましょう。今ボーナスタイムなのでね、多分ポイントがたまりやすいと思います。分からへんけど。そう、いまだに前もちゃんと分かりきってるわけではないんですよ、ルールを。でも百音さんのためなら百音さんのためならポンはしない方がいいと思う。これね、絶対私画面見せたらダメなんで、この振りとかじゃないんですよ。振りとかじゃないんです、本当に。多分音も OK なのかな。もうさっき音出してる子もおるみたいなコメントは見たけど、いいんかな。このママネさんの声がいいですよね。今知らずにマイティと対局してる人たちがいます。でさっきもママネさん私って分かってないと思うんですよ多分。ふふふ、今してますよ。あ、究極なっちゃった。究極になってしまいました。なんかね、やっぱガイドがあるからなんとかなるんですよね。その笑い方腹立つわ。はっはっは、わっはっは、まいちゃやほやほ。これはねちょっとね、またこれ先輩方もやってますよね、麻雀配信みたいな。でもあれはなんか先輩方アカウントがありはるからなんやろ、対戦とかできるんですけど、私普通に登録しちゃったやつやから。さあ今ね麻雀をやってます、同時進行。でもね、前にドボンの方がねポイント貯まることに気がついた。ドボンってでも一瞬で終わるじゃないですか、結構の割になんか配点も高いからなんか頑張った感ありますよね。達成感がすごいんですよ。あ、これ麻雀ナウにしといた方がいいか。ちょっと同時進行ごめんなさい、あのギフト後で読みますので、麻雀麻雀してますとギフト、ちょっと待って、ギフト、お、いい牌引いてきたね。ギフト後で読み、あ、リーチされた、やばいんご。あ、ローンされた。うわ、マイナス12,300なってもた。ダメじゃないか、やってしもった。あ、あれなんで、あれなんかテロップ変わってない、なんでなんで。なんて書いたっけ、今麻雀してます、麻雀、あ、めっちゃ揺れる、麻雀してます、ギフト、なんか書きたいこといっぱいある、ギフト後で読みます、百音さん、百音さんに投票を。あ、コメントが長すぎますって言われた。ちょっと待って、コメントが長すぎますやって。麻雀ナウ、あ、麻雀ナウ、麻雀ナウ、ギフト後で、ギフト後で読みます。いや違うな、百音さんに投票を。
どうだ、いけた、いけた、いけた。え、そうなんですよ。でもね、ハートちょくちょく貯めてたので、なんかランクアップとかしたらあれもらえるじゃないですか、あの満タンのやつ、満タンにするやつ。そう、満タンにするやつ。でもそういうのない時は CM 見てましたねあの CM 見ててずっと。ちょっと今日はちょっとあんまりねコメントが読めないかもしれないんですけど、あのご了承ください。あ、そう、ハート全回復をね、あのやっとって、ちょっと皆さんもやりましょう一緒にこれはね前1500でやってますよ。でもどれが前か分からへんと思う皆さん。え、なんかね、まあ、まとめてじゃなくて、なんか明日の2時までですよね確か。もうま絶対忘れる気しかしやんからね、たまったらすぐ一票一票投票しとるんですよ。お、地位はしない方がいいと思う。そう、ログインボーナスとかでね全回復がもらえるので、それとかをちょくちょく貯めてるんですけれども、ちょっとあと、あ、後でギフト読むので本当に後でごめんなさい本当に。お、いい牌引いてきたね、いい牌引いてきたね。いや本当にね、ももねさん、え、今日もねジェミニさんのライブ可愛かった。え、あのリカティさんのへそ出しがたまらないですね。あんなリカティ、いやすごいわリカティさん、あのウエストの細さが。そう、皆さん投票忘れちゃダメですよ、もったいないから。貯めたやつ、そう、なんか明日ん14時まででしたっけ、なんか14時から16時までメンテナンスあるみたいな書いとったから、忘れちゃダメですよ皆さん。そう、なんかね練習してはるところをねちょくちょく見とったりしてね、うわー可愛いなーって思いながら見てました。チーはしない方、あ、あ、リーチ来たよ、リーチ来たよ。いつも上げて落とされるタイプやねんな、リーチ来たと思ったらなんかそのまま流局みたいなめっちゃある。あ、1時59分までですって皆さん、麻雀ね、なんか1票でも多くやりたいですね。そうなんですよ、明日からは A のごじっとる。お、これはい、お、7700点ですよ皆さん、いいんじゃないですかこれ、結構いいぞいいぞ、ちゃーちゃんいいぞえ、音出していいかな、いやダメ、え、うん、ちょっとこれはね念のため出さんとくけど、やっぱ出した方がいいです、なんか皆さんもあれですよね、なんか無音で何やってるかわからんみたいになっちゃう。やりますちゃーちゃんできる子イエーイ、多分グレーやから、グレー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 って何やろ、グレー、あ、ダメ、一応やめてた方がいいってことですよね。あ、ウーカさんはいつも出してる、うそん、え、でもいいんかな、うんねそう、多分ね公式アカウントやからいいんかな、ちょっと念のため、あの下向いてるのは麻雀してるので皆さんご了承を。
ね、なんかね結構ショールームってあの厳しいというか結構ねあのあれなんですよね、ルールが多かったりするので。あっ危ない、あのチーしようって言われていつもするの忘れそうになるタイプです。こんばんは。ちょっとね今日はコメントをあのあれ見てますよ、コメントも。こんばんは。ゲームの画面見せてバンタ、あそうゲームの画面は見せたらねバンになっちゃうらしいです。そうちょっとそこは気をつけないと、あの興奮してミスるとかはしないように気をつけます。あ終わっちゃった。こんばんは。マイティはね海派かな、だって山って虫多そうだから、ね、海派にします。でも海も日焼けしそうやなこんばんは。タンヤオ、タンヤオもよくなんかもあの役柄、役もよく読まれへんとか漢字が読まれへんのよまずイーペイコーみたいな、なんか麻婆豆腐みたいな麻婆豆腐みたいななかったっけ、なんか全部さ中華料理にありそうじゃないですか。チンジャオロースとかあってもいけそう。ホイコーローとか、えホイコーローってなかったっけ、この薬に薬薬杯。マージャン、皆さんもマージャンしましょう。お風呂入ってたら出遅れた、お前も早くお風呂入りたいな、これ終わったらお風呂に入ります。そうなんですよ、自敗なしで1と9なしで集めたら単妖、単妖って点数がいいやつでしたっけ。えなんかね、まあ、そこまで考えられへんのよまだそう単妖、あイーペイコ、ホイコーロー、ホイコーロー混ざってても分からへんわで単妖は19自敗、自敗を使わない。あ、なるほど。え、でもなんか2から8だけで揃えたら、あ、なるほど。黄色い牌はドラやから、あ、そのじゃあ黄色い牌を使って揃えた方がいいってことか。本ローとなんかあのオプションのルール説明みたいなの見とったんですよ、麻雀の。じゃあなんかもうめっちゃ長い、めっちゃ長いやつがあって、名前なんか何やったっけ忘れたけど、あんなんどうやってやるんやろ。もうあれは多分ねベテランの人しか、ポンしようベテランの人しかできひんわ。あ点数は良くないや、なんか15,000でもやっぱあるよね、早打ちするんやったら1500でやった。ホイコロタンヤ美味しそう、王将さんとかにあってもいけそうやけど、ホイコロ大好き。うわもう終わっちゃった、マンガン。これね前思ってたんです、脳天と天杯もちょっとあんまりよく意味が分かってへんけど、引き分け的な感じなんかなとか思って。安い役2つ揃えて上がるのが、あ33じゃ33332じゃなくて2222でやるってことかな。これあのわっこれ、えどうしよう、4000コインたまった、今さら押しガチャ引いても遅いかな、え遅いと思いますか、皆さんならどうしますか。今ただいまのコイン4066コインです。そうなんかね今回の天神姫のやつは1回引いたんですよ。そうでもこれ
どうしよう。引く？遅い？遅くない？引いた方がいい？そう、なんかね、舞が麻雀始めるって言った時にめっちゃファンの方がいっぱい、あのなんてやろう、メール取ってくださってる方がね、いっぱい麻雀のこと教えてくださったんですけど、それをスクショしたんですよ。前めっちゃスクショしたんですけど、あれよ、あれよ、名前が出てこん。そう、スクショの前画像が多すぎてもう見つけれんくなっちゃった。あ、押し力上がる。引く？引くしか、そんなようじゃ引きます。で、引かずに後悔より引いて後悔。あ、前星を持ってなかったんです、ももねさんの。星5出んかったけど。星4出た。よし。デッキが桃根さんで埋まりましたね。やったー、やったやったー。なんかね、前のね、僕はいないのやつ、ちゃう、僕はいない、ちゃうわ、浴衣のやつも星4が出なくて一回も。わっ、推し力上がった。一推し力771って多いですか？あんまり？前的には高い。前的には高いんですけど、どうですか？一押し力770、高いかな。よし、2連敗してきた。まだまだ諦めちゃダメですよ、皆さん。 CM 見ましょう。 UR、 そう、この僕はいないの星5があるんですけど、これはあのリセマラしたんです、アプリ入れるときに。やっぱもう星5あった方がいいなと思って。まあ、まずまず、まあ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 。で、1000超えてる人だって、なんか文字金色になってるもん。低い？まあでもさっきよりは高くなったから、よっしゃ、いくぞ。悪くはないよな、多分。だってやり始めとかも100ぐらいしかなかったもん。ペコリしとこ。皆さんはペコリする人ですか？スタンプ。前は誰か一人がしたらするタイプです。ペコリペコリペコリ、シュタンプ、シュタンプっていうかな、これ。そう、1280%、 高っ。まあでも覚醒とかしとったら高いんですかね。やばい、こんなゲームハマったん久しぶりや。チーはしない方がいいと思う。マイティお久です、見に来たよ、ヤッホー、ありがとう、来てくれて。1500くらいを超えると王冠ついて借金。あ、そう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 、妹消してるけど、なんかね、やり始めの時って一押し力めっちゃ低いじゃないですか。だから自分100何歩やのに周りの人1000何歩とかで、めっちゃ恥ずかしかった思い出ある。あれめっちゃ恥ずかしいよ。ペコリする。チーは、あ、リーチ来た、リーチ来た、いけいけ、ももねさん頑張れ。ももねさん、これ、え、これさ、早打ちイベントの時リーチしたらさ、自動的にコイン溜まっていくからめっちゃ嬉しい。ちょっと放置しときます。誰かがしたらする。ですよね。そうで、一回最初からペコリしたことあるんですよ、自分から。じゃあ誰も返してくれへんくて、ちょっとショックやったから、あー、ロー、うーん、せっかくリーチなったのに。そうやからね、自分からペコリするタイプ、それは偉い。わ、この人優しいやろうなって思うから偉い。よしよし、じゃあ前もちょっと今から自分からペコリタイム行きたいと思います。
マッチング中。あれは全部のカードマックスぐらいの亡者、亡者。わ、これ違うな、何だっけ、亡者ちゃうちゃう、 なんか読み方、まあいいや、亡者かな読み方分からへん。そっか、早く新曲聴きたいね、楽しみ。どんな感じなんやろ。今日はリアルタイムマイティ、イエーイ。え、アイコンはね、あのウーカさんが出たんです。前頑張って貯めた500コインで引いたら、え、こうやってね、ももねさんじゃなくても一押し力は上がるんですかね。意味ないかな、あんまり。あの甘神姫の星4のウーカさん出ました前で、今それ使ってる。5個掛けで買ってきました、すごい。まあ、イモリやからそんなできひん2個か3個しか掛けられへんの、泣ける一緒にゲームやってるみたいで楽しい。皆さんも麻雀しましょう。今、え、こうやってショールームってバックグラウンド再生できますっけ。できるかな。あ、ペコリスの忘れてた。やったら皆さんのぜひこのショールームを聞きながらしてください。もしかしたら毎度対戦してるかもしれないです。あ、リーチ来た、リーチ来た、いけいけあ、モサモサ、そうそうそう、モサモサモサね、モーモン、モサモサモサ、え、んモサ前関係3級絶対自慢するもんじゃないわ頑張って、そろそろ1位の取らせてよ。お前にさっきから負けてばっかや、お願い勝たせて、お願いや勝たせて。あ、上がるんや、やっぱりアイコンも。で、これももねさんやったらもっと高くなるってことか。500でね、しかもアイコンガチャ引いたの初めてやったんですよ。そう、じゃあもうウーカさん出た。え、ねえ、お願い、これ絶対10曲なるやつよ。お願い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 、勝たせて勝たせて、お願い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 。そう、でもなんかあれ、今日のお昼ぐらいに2位やってわーっと思ったら、さっき見たら1位やって、ほんまになんかめっちゃ票動いてるなって思いました。ローンできた、やったー、ローンしよう。やってますか皆さん。マジでね、ここまで来たらね、皆さん負けず嫌い発動しますよね。頑張れ。あー、10曲になっちゃった。あ、テンパイ、テンパイは寝たっけ、もうちょっとで上がれるよやったっけ。うん、私は間違えた、海派かな、海派。コメントが増え始めました、もさもさ、あ、ごめんなさい。じゃあ今からやります、今からやります。って言っても多分ね、誰が誰か分かってないと思うんですけど、やりましたよ。ま、変な名前にしとるんよな。痛い痛い、足つ、また足する、また足つる、痛い痛い痛い。関係3級は中学生だよ何も言い返せませんですね。足がやばいよね、ちょっと
足首がバッ爆発チュン、あ、白髪白髪チュンの自敗か、自分の方角のやつに集めてね。あ、あ、え、あ、うん、え、うん、あ、自分の方角のやつもう集めたらいいの？え、そうなんや。待って、これなんやろ。え、これ前なんなんやろ。東西南北どれかな。と、あ、北や、北やから北の、北ないわ。あ、そうなんや。麻雀マイチめっちゃ可愛いやん。麻雀マイチ勝てへん時ってどんなに早くリーチしても十分。そう、なんかリーチしてさ勝たれへんのさ、なんか嫌ですよね。 SKE のファンの方めっちゃ多分めちゃめちゃ貯めと、じゃあ前も貯めます。そうやってあんまり何百とか貯められへんけど頑張るんや。そう、ほんまに。あ、これぐでたま。え、でもこれちょっと名前じゃ靴は変えようかな。ちょっと恥ずかしいわ、ちょっとこの名前でも分からへんと思うけど、タイムラグあるから今からやりますは意味がない。そう、公式アカウントじゃないからね、これなんとも言えへんの。なんかアンジュ関係5級で自慢してたから、あ、それは大丈夫ね。あ、結局アンジュ関係4級じゃなかったっけ。80票以上。え、なんでそんなたまるんですか。全然たまらんもんよ。来たの時に来た3つ貯めたら約、はい、なるほど。わ、そういうことか。勉強になるね。このショールームで麻雀勉強、いや、ほんまにコメントで教えてくださるから。当は自分の感じじゃなくても、え、そうなんや。じゃあ東、あ、東、東、東、え、なんて読む、あ、東でいいんかな。変に東呼び、あ、また10曲なっちゃった。東南、あ、前東西南北の順やと思ってた。東南西北、なるほど。ちょっと2回戦に行っちゃった。なるほどね。あ、今は、あ、違うわ。いいね、いいね、いいね、いいね。フォローしました、ありがとうございます。そう、アンジュね、4級やわ。今日のなんか YNN さん見たかったな。なんかめっちゃ面白そうやった。なんかイエスの階段みたいなやつ。東はいつでも大丈夫。なるほど、なるほどね。今までめっちゃ捨てまくっとったわ。トン、あ、トン、トウじゃなくてトンか。トン1曲。あなたの風はどこから、ちょっと待って、何だっけ、あなたの風は、あなたの風はどこから、は薬か、じゃあ薬の CM やそれ。あれ、あなたの風は、あなたの風はどこから、え、あなたそれさ、なんかの CM よな、あなたの風は、ん、前はちなみに前は喉からです。喉が痛くなったら風の始まり。あがおもろい、どうしよう、もう全然早落ちできてへん。ちなみにこれママの携帯をお借りしてます。お、これ揃ってきたんちゃん。
トンナンシャ、あ、聞いたことあるわ、トンナンシャッピ、なるほどね。こんばんは、あ、あなたの風はシャー、あ、そう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 、それあなたの風はシャー、あなたの風はどこからって、このアプリはトンプー線しかないからトン集め、あ、そういうことなんや、すっごい、すっごいすっごいすっごいすごいぞ、すごい、じゃあこれはね、あのあなたの風はどこからって、いや、ちょっとこれ前ちょっと恥ずかしいからちょっとあれ変えとこう、もしあなたの風はあ、そう、便座のやつね、便座ブロックさん、あなたの風に狙いを決めて皆さんの風はどこからですか？たくさんの回数ゲームするゲームの方角も変わってくるんだけど、このアプリは短時間だから、すっごーい、なるほどね、これボーナスタイムって12時までですよね。じゃあ11時9分になったらします。あと10秒、早すぎ？な、くるぶしってどういうこと？じゃあ行きますね。ドン！鼻から喉から。わいも喉やわ。一緒ですね、皆さん。2連勝？すごい。なんでなんで？全然勝てんまい。来たぞ来たぞ、トンが2つある、揃えろ揃えろ、お、234、お、いいんちゃうか。でもさ、なんかあんま役をさ覚えきれてないから、めっちゃ揃ったと思ったら役なしとかよくあるんですよ、前ごめんなさい、役なし、マイティっていい子だねやったーやったー、ちょっとそろそろ勝ちたいな、たまに他にもトーン2枚持ってる人ってお互い捨てないっていう、ああ、そういうことか、3個揃えられへんってことか。これ充電なくなったらどうしよう。明日ね、え、何時やったっけ、14時までなので、皆さん投票はどうなる、今のうちにした方がいいんかな。でもなんか最後にまとめてやりたいのもあるよね。わあ、マンガンだ。あ、そう、13時59分や。そうや、そうや、そうや。14時じゃ遅いのね。あ、そう、明日ですよね、お話し会。そう、二次受付も明日のお昼12時からなので、皆様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。わ、お話し会楽しみやな。早くしたい。まあ明後日ぐらいからもやりたい。お、いい牌引いてきたね。いい牌引いてきたね。そう、なんか二次受付は申し込み期間が長いらしいですよ。なんでなんやろ。なんでだろう、なんでだろう。イエー、びっくり。今6000票差で1位。そう、ちょっとね、明日のね、なんか明日ギリギリが怖いよな、なんかこういうのって。でもこんばんは。いい。いい前引いた。いい前引いてきたね。じゃあもし舞が麻雀デビューしたら、あのぽくいい牌って言ってると見せかけて、いい牌引いてきたねって言いますね。ポンポンポン。チーはしない方がいいと思う。チーはしない方がいいと思う。そう、夜中とかが怖いですよね。麻雀ルールチンプンカンプン。もう前も最初全然分からなくて、もう逆ギレしながらアプリ消しましたもん、結構前で。ももねさんがやるってなってもう一回入れ始めましたね。なんかくじけそうになるんですよ、分からなすぎて。逆分からんのになぜいい牌と、なんかね、ガイドをつけてたらももねさんが言ってくださるんですよ。いい牌引いてきたねとか、ポンしようって。そう、チーはしない方がいいと思う。まいちゃんこんばんは。マイティと対戦したいよ。当たるかな。さっきからめっちゃ前置いてけぼりされてる。なんかあの論もされへんし、なんかはみごされてる。入り込まれへん。ポン、頑張れ頑張れ。結構なんかね、麻雀してる時一人で喋ってるんですよ、いつも。今みたいにね、なんかリンシャン解放もホイコーローって言ってほしいね。ホイコーローっていけそうやけどな、バレるかな。チャーちゃんはしない方がいいと思う。いいチャーちゃん引いてきたね。そう、全然やり方が分からへんくて。そう、なんかガイドあるって言っても分からへんから、何と思ってガチャだけ引いて終わった。3連勝すごい。まあ、最高でも、まあ、もう最高3連勝しかしたことない。そっからはなんか、わ今調子いいわと思ったら、そっから4位続きとかなんですよね。お、いい牌引いてきたね。ポン。え、なんかさ、あのなんやろ、自然と2位になるじゃないですか、1位じゃなくても。その2位でもなんやろ、ポイントって結構入るんかな。ホイコーロー、イーベーコー、あ、イーベーコーの時ホイコーローって言ってもバレなさそう。
マイティ的にお話し会の名前が話しやすい。でもなんかやっぱり前のお話し会経験者によりますと、あのやっぱ1枚はわーで終わっちゃうことが多くて、わーありがとうあーで終わっちゃうこと、なんかあれローンされてましたね、いやんローンされてましたね、なんか1枚やっとなんかほんまに挨拶で終わっちゃうことが多くて、なんかそれはなんか時間引き延ばしたかった前ももうスタッフさん止めようかと思った、ちょっと待ってくださいもうちょっとって言いそうになるいつも。かわいい豚肉とキャベツの甘味噌炒め、今日の夜ご飯なんかそんな感じのやつでした私。なんか麻婆ちゃうな、なんか甘い豚肉みたいなやつやった。はよ前を一押しにしたいわ。あ、麻雀してよ。あ、おらんのか前あ、でも麻雀デビューしなかった。1時間ぐらいやってる？それはしてないか。全然語れへん、なんでやろ。チャーシュー麺1の半分ポイント、あ、そうなんや。あ、じゃあ4位は4分の1的な感じなんかな。これを今回お気にドボンとか大富豪とかも入れてみた。ドボンねめっちゃ楽しい。ドボンした時、あのドボンしたらめっちゃスッキリする。ショールームが気になって全然勝てん、あ、多分前もそうだけど早打ちも全然できひんホイコーロー、イーペーコー、ホイコーロー、マンガン、いけそうじゃない？お、いい牌引いてきたね。チンロー糖とチンジャオロース間違え言っちゃおう今度。基本のポイントに推し力の倍率をかけたのがポイントになるよ。あ、そういうことか。ドボン返ししたい。ドボン返しまだされたことない前。ドボンしてドボンってことか。そのままか。ボンはしない方がいいと思う。そうでも七並べもね、お前大富豪も嫌いや。大富豪全然勝てんもん、あれ。もうほんまに。1回ぐらいしか1位取れたことないんです、大富豪で。バーストされると、わかる。携帯投げたろかなと思う、うらってじゃあ次ちょっとこれ終わったら時間決めますね。ちょっと待って、これなんで勝てへんの、これ。そろそろ勝たせてくれてもいいじゃないの。宮古落ち、あれ宮古落ちって何ですか？なんか分からんけど負けちゃう、あれ。なんかあれがあかんのかな、宮古落ち。マイティ見ながら大富豪やってたら反則負けそれは汗や。前もめっちゃ反則負けしちゃう。
配信はね普通に携帯でしてますよ。ちょちょちょ、うわーこれちょっとそろそろちょっと一回ハート3つかけてみます。ああ時間言うの忘れた、あこれ終わったら時間決めますんで、みんなごめんなさい忘れとった、普通に始めてもうた。おで大富豪が連続1位じゃなかったら自動で4位に、ああそういうことなんや、ちょっと気をつけなおか大富豪、これあれ前1位になったことあるんかな、やるかあるんか、あるから都落ちしてるんかもう少しで上がれるところで革命されて、えもうわかる、なんか革命ってあれ少ないやつ持ってる方が有利じゃないですか、でなんか多いなんていうの数大きめのカード持ってる時に革命されたらなんかもう立ち直られへんもう立ち直れへん、ランク13やけどマイティに、え前なんぼなんやろ、ちょっと見てみますね終わったら。うん大富豪帰ってないですよ、麻雀です、さっき麻雀3位でした、え前もさっきから4位ばっかやから大丈夫なんで勝てへんのやろ、勝たせてよ、ああなんか3位ばっかや、3位と4位行き来してる、ショック、勝ちたいのに、あ前ランク11やった負けてました、全然前なんかランク30ぐらいあると思ってたら全然ランク11でした引くショック、まいちゃんこんばんは、公園でエンドロールのマイティのパフォーマンス見て好きになりました、やったー、ちゃいちゃん不得意の麻雀ってかわいい、でもやっぱなんか麻雀の方がなんかねいいやん、ちょっと休憩タイム、じゃあ28分からやります、皆さん当たったらよろしくお願いします、前ねあこれ話したわ1500点は単ヤオと黄色1個で、じゃあ2万点でやった方がいいんかな、うん勝ちたいのは相手もみんなそういやいや前が勝ちたい、いやだねマイティ推しの方と会ってた、嘘名前変えてくれてはるんかな、嬉しい、1500点は最初のハイパイ、ハイパイでいいハイパイだね、だからいいハイパイや、最初のハイパイが悪いともう諦めモード、わ逆によかったらいいのに、お話し会何話そう、何でもいいやん、無言でも、んちゃーちゃんだ、2万点は訳を覚えてないと厳しいかも、じゃあダメだねダメだダメだ、こんばんは今帰ってきた、ただいま、アットマイティームの人みたい、あれなんか今テルピリさん書いてなかった、あアットマイティやった、今26
ちょっとじゃあギフト読みますね、さっきくださってたやつ。お前どっから読んでないんやろ、多分ここら辺から読んでない。しほちゃんパチパチありがとう、かわんちゅさん星ありがとう、みーちゃんハートありがとう、かつらさんドラマいっぱいありがとう、ぜんたくさんテントありがとうございます、すいひろさんグッドグッドありがとうございます、まみちゃんドラマありがとうございます、ちよちゃんこれはこれこっちが海か、海の方ありがとうございます、まゆちゃんハートありがとう、吉村哲也さん星ありがとうございます、あめっちゃ目乾燥してる、まゆちゃんドラマありがとう、けいこさんハートありがとうございます、ゆうすけさんクラッカーありがとうございます、あファイトもありがとうございます、みーちゃんかわいいありがとうございます、ああ待って28分になる、じゃあ続きはここまで、しほちゃんハートありがとうございます、けいこさんかわいいありがとうございます、ゆうちゃんみゆつハートありがとうございます、わしほちゃんクラッカーいっぱいありがとうございます、じゃあここまでね、ここまでここまで読んだから、じゃあいきまーす、どどんどどん、果たして今ショールームを押してみてくださってる方はいるのでしょうか、この中に。ね、こっちはどれ巻いて分かって2にするのか、そうこっちはね皆さんの名前が見れてるから、あの当たっててもおこの人やってなるんですけどね。公演フロンティアにも出る、そうなんです、フロンティアにもう5分の3出ちゃいますよ私。うわっやってしまった、頑張らなきゃ。5月4日が超絶かわいいで、5月5日がフロンティアです。やっぱ頭パンクしちゃうかもしれん、こんがらがっちゃう。ちゃーちゃん、せやテレビリーさん見たことあります、総合情報出てるよ。はいマイファイト、こんばんはユナナンが配信から来た、あユナナン、ユナも配信しとったんか、12時になったら、そや明日愛花誕生日やん、そうや、あれ前5月のイメージやった、4月、うん、あそっか、わざと11時59分まで送ったらんとこかな、忘れてると見せかけて時間合わせてみたけど、推し力的に絶対お忙しだ、それポジションとかもあれやからね。ねここまで来たらね、もうあとレオパージュさんとミックスジュースさんも出たいよ、もうここまで来たらねもう制覇したいな。こんばんは、ウィンクの初日マイティ劇場で見れて感激した、やったー、どうでした、4月30、もう4月終わりね、一瞬やった4月、れいちゃんがあやってしまった、もう嫌や、勝てんわこれは、
れいちゃんがマイティに助かって、あ、今読んだか。そう、あのフロンティアンさんの今日リハ、リハって言うの、レッスンか、行って、かわいい。なんかやっぱりなんやろ、グループの色のイメージ、なんやろ、めっちゃフロンティアって水色のイメージが強くて、そりゃそうかそりゃそうか、パーカー、パーカー？ T シャツが水色やもんね。超絶可愛い、初日リアタイで見られへん。じゃあ12時過ぎるまで待っててください。ジャンレディでマイティめっちゃ褒められてた。え、聞いた、教えてもらった。めっちゃカリンさんとレイコさんとミヨンさん、嬉しい。マイティの一番好きな劇場公演曲教えて、 NMB に書きます。一番好きな公演曲、公演曲と、ウィルビーの中で、ウィルビーアイドルの中で好きなのは、全部好きやわ全部好きやったな、全部好きや、どうしよう。チューズミーとかも好き、あの高菜りんごも好きや、名前。12時まで配信したらピッピにおめ、ほんまや。いや、前は4月30日の夜中の11時59分に送るギリギリまで、ギリギリまで送り、送らんとじらしてやる。こんばんは、おでこのほくろちら、ももねさん推し 700% くらい今はやってないよ、今というか今の今。じゃあ次最後にしよっかな。時間やっと勝てた。前このショールームしてて一回も勝ててなくない、そういえばそういえば一回も1位取れたって言ってない気がする。え、ほら直近10戦の順位変動1位取れてないし、あー、なんで、ショックなんで勝てへんの。2番目のドア公演は法定速度と優越、法定速度と優越感めっちゃ好き。こんばんは、うん、じゃあ36分からします。私、皆さんにはわからないかもしれませんが、うん、ね、全然勝てへん、なんでの、なんかしたっけ前チャーちゃんの法定速度、え、もう前ね、アイアンさんの卒コンであったじゃないですか、めっちゃ踊った。もう法定速度だけで公演1公演分ぐらい踊っちゃうんか、たたんかぐらい。あ、行きます、どんぶらこめっちゃ楽しい、なんか踊ってて楽しいんよ。そう、私も全然勝てへんよな。配信中だけで4ポイントこんばんは、ね、逆になんか勝つこと意識したら勝てんくなるかも、これちゃうかな、勝たんでいいやって思ったら勝たへんかも、じゃあ勝つかも。
そうね、クロスのかりんさんがほんまにすごいよね。クロスのなんかあのかりんさんのキックがすごく好き。前はよーいどんではなくてどんぶらこでいきます。そう今日ねフロンティアのリハでね、若ぽんさんが多分全員分のアイスを買ってくださってて、前ももらったんよ。マンゴーアイス食べました。美味しかった。でもあの硬すぎて最初の5分ぐらい、いや10分ぐらいほんまに放置してた。あーもう5回もめっちゃ好きです。なんか1回は歌ってみたいな。あれそうね、若ぽんさんね、若ぽんさんの花好きなんです。チーはしない方がいいと思う。めっちゃ綺麗。チーはしない方がいいと思う。神曲タンヤオピンフ。フォーマーしない方がいいと思う。タンヤオピンフ薬杯。あ負けた。いや負けちゃった。あちょっともう一回後で薬を見直してみますね。こんばんは。4票あれ前もそれぐらい止まってるかも。もしかしたら何個溜まってるんかな今。あペコリしとこう。3ベッド以上するとベッドしたらした方が負けちゃうんか。明日会えるかな。いかに会ったらね言ってくる言葉分かってるんですよ。マイチ今日何の日か知ってる。で前が知らんって言って、今日愛か誕生日やねんけど絶対そうなる。なんかリーチも役ですよね。もうそもそもリーチにも至らんのよね前は。なんでなんやろ。そう麻雀をやってね、あの票を貯めてます今。ちら宮宮古落ちしてきた。よし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 。メニュー株2回連続でゆいとさんと当たった。みんなファンの方同士で当たってるやん。おもろい。そういうの勝ちましたか。これはこうや。あ、そっか。え、ポンとリーチしたらリーチ。ちょちょ、ポンとチーしたらリーチ。え、じゃあポンとチーしん方がいいか。チーはしない方がいいと思う。まだやってるよ。ずっとやってる。でも一回も勝ててへん。負けました。おもろい。コメントも見たいねんけど。
真剣勝負。麻雀は基本泣かない方が。あ、そうなんや。でもなんかさ、ポンしようとかさ、チーしようって言われたらめっちゃしたくなっちゃう。ま、もう40、もう1時間も麻雀しとった。こんばんは。なんか黄色が全然出てこい。だって百音さんにさ、ポンしようって言われたらしちゃうやん、そんな。しちゃうよ。ガイドは信用しない方が。え、そうなん？めちゃめちゃ、もうなんならガイドにしか従ったことなかった。こんばんは、初見です、ありがとうございます。百音さんの言うことは絶対やからね。さあ、ギフト読まなあかんから、これで終わりにしよう。そう、チョロいいよ。推しに言われるとしちゃう。じゃあ皆さんポンしてください。マイト当たったら皆さん負けてくださいね。マイティ明日9時半に起こしてな。やばいね、マイもほんまに朝弱くて、もう目覚まし3つぐらいかけて、もう朝からパレード状態やねんけど、それでも全然起きられへんくて。もうお前やっぱ夜行性なんよね、お前全然起きられへん。マイっていつもと、え、一緒かな、一緒な気がする。ちょっと、あ、でも今日メイクさんにメイクしてもらって、そっから足したからちょっと違うかったかも。夜行バスの中から見てます。どこに行ってるの？そう、朝からねパレード状態なんよ。終わっちゃった、終わっちゃったよ、終わっちゃった。投票完了。忘れないうちに投票しました。あ、じゃあちょっとさっきのギフト読みますね。その前にリップ塗りますね。あ、間違えた。ギフト？そう、ギフト。え、これ消えてるかな？大丈夫かな？待って。しほちゃんのね、だるままで読んだんよ。いや、クラッカーまで読んだかな。じゃあ、次。ガッシュベルさん、だるまありがとうございます。みーちゃん、ハートありがとうございます。富士さん、星ありがとうございます。かわんちょさん、星ありがとうございます。みーちゃん、ネズミありがとうございます。ゆとくん、カニカニありがとうございます。あ、これ覚えてるよ、ネモフィラ。みーちゃんありがとう、しほちゃんハートありがとう、かわんちょさん星ありがとう、わ、ともたんさん、カニ見て、めっちゃ目乾燥してる。カニありがとうございます。リュウジさん、星ありがとうございます。ガシュベルさん、だるまとハートありがとうございます。
しゅんちゅさんクラッカーいっぱいありがとうございます。わいっぱいや。あ、アシュベルさんネモフィラありがとうございます。ともたんさんテントありがとうございます。そしてそしてわいっぱい、わありがとうございます。山田さん花束ありがとうございます。わしゅんちさんいっぱいクラッカーありがとうございます。しおちゃんタコありがとう。まみちゃん星ありがとうございます。しおちゃん音符ありがとうございますはっはっは。わいは月曜日に職場からコロナ陽性出たので、なんかやっぱそういうの身近に、うん、ほんまに気をつけてください皆さん。ね、本当にまあ今日も皆さんと対戦しましたね、何人か。ひひひひ。こんばんは。サルモネラちゃんとサルモネラ菌卒業したからちゃんと覚えた。3日あったら覚えれるね、ネモフィラは。もう12時やん。そこのあなたも対戦したかもしれないですよ皆さん。もしかして、もしかしてね、おも楽しいねこれ。前しか分からへんっていうのは面白い前ね漫画読まへんのよな。おすすめの漫画ありますか。ね、もう12時。あ、皆さん愛花誕生日ですよ、おめでとう言ってあげてくださいね。前は11時59分に言ってやる。3日で覚えて3日で忘れそう。わ、今覚えて2日目ぐらいやから多分もう明後日ぐらいには忘れてそう。マイティ現在海ギフト。わ、海ギフト。あ、前海が好きって言った。ありがとうございます。そんないっぱい。悪趣味ね、早く公式で対戦できるようになったら楽しいのに。なんかショールームとか僕は対戦してんのはどうでしょうか。してるかもよ。対戦したと思い込んどこ。してないかもよ。してるかもよ。あ、でもね「進撃の巨人」は好き。でも最新のやつはちょっとあんま見れてないけど、めっちゃ昔ハマっとったわ。黄色のガッシュベル、後で調べてみよう。そうそう、モバメで返信くれましたね。週末のワルキューレ、スラムダンク、僕のヒーローアカデミア、呪術回、呪術回戦。あれ、じゃこうか。え、じゃあこれウィンクやな。あれどんなんやっけ、こんなん。あれ、こえどんなんやったっけ。え、忘れた。呪術回戦。まえちゃん嫌いな食べ物はあんこ。キノコ。抹茶。紅茶。まあね、食わず嫌いが多いよね多分。ローンって大きな子やと。ローン。麻雀の勉強してもっと勝てるように。いや、もう前は NMB1 の麻雀ラーになります。ん、特技麻雀って言えるように頑張ります。え、金色やば、金
色のガシュベルですって。金色じゃなかった。マイティ金色やで。え、まあ、呪術廻戦言えたことない、ほんまに。呪術廻戦。どう行きたいかい。あ、なんかね、いける抹茶といけへん抹茶が、ま、抹茶アイスとかはいけるんやけど、抹茶のチョコとかはなんか、うん、ものによります。抹茶はめっちゃ抹茶、めっちゃめっちゃ抹茶っていうメニューありましたよね。あ、待って、危ない危ない。しほちゃんパチパチありがとう。ゆうちゃんハートありがとう。しゅんちゅさん、しゅんちゅ、しゅんちゅ、なんこの小判ありがとうございます。あ、あ、ランキング読まんと。身長は163?4?3 か4かどっちかやね。そう、和テイスト、そうそう、和テイストがあんまりダメかもしれない。魔性の女に俺はなる。ちなみに魔性はアンジュが魔性って呼んだ、麻雀のこと。わあ、クラッカーいっぱいありがとうございます。それでは聞いてください、ゼロ学校少女。ドゥルードゥルルフーは。じゃあコメント読むじゃないな、あれ読みます、ランキング読みます。皆さんこんな麻雀してただけやのにありがとうございます、ギフトいっぱい。では13位、ゆうちゃんありがとうございます。ミュウツー、なんか光飛びしてる。まあいいや。12位、しげやんさんありがとうございます。11位、山田さんありがとうございます。あ、さっきカメラ見るの忘れてた。10位、すえひろさんありがとうございます。9位、ともたんさんありがとうございます。8位、富士さんありがとうございます。どこや、あれ、富士さん言ったっけ。8位、富士さんありがとうございます。突然の記憶喪失。7位、しほちゃんありがとうございます。6位、ガシュベルさんありがとうございます。金色、金色ね、金色のガシュベルさん。5位、ゆいとくんありがとうございます。4位、ちよちゃんありがとうございます。そして3位、ワンポールさん、野原しん、あ、あ、そう、見せたいものがある。見せたいものがあるんです。じゃーん、あ、映していい、これもう白 OK やから多分大丈夫。見て見て、ゲットした、野原しんのすけ。いいでしょう。あ、やばいやばい、そんなしてそんなしとったらダメ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 、遅れちゃう遅れちゃう。え、これさ、え、これさ、同一同、え、野原しんのすけ、のすけ、のすけさんですよね、名前いつも違うよね、合ってる？え、間違ってたらどうしよう、これ間違ってたらめっちゃ気まずい。え、え、合ってますよね、え、合ってますよね。あ、よかったよかった、危ない危ない。え、これこれこれどうやって書くの？初韓国語書きますね。ちょん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 、このうちは持ってはったもんね、こんなん。韓国語めっちゃ簡易的なクレヨンしんちゃん、
全然元気もないけど。アンポールさんありがとうございます。そしてやばい、いっさくん、いっさくんや。2位吉村哲也さん、フルネームだ。あ、さっきウィンクでウィンクの公演来てくれたって。ちょ、う、ぜ、つ、か、わ、い、も、見てください。はい、57分、吉村哲也さんありがとうございます。超絶かわいいも見てください。あ、し、ウィンクしとこ、み、はい、急げ。1位しゅんちゅさんは2回連続や。え、2回連続、あれ1日おきかな。急げありが中。なんか可愛い顔文字になっちゃった。しゅんちゅさん、あれこれ2回連続じゃなかった、あれ2回連続かな。ありがとうございます。1回空いてる、大丈夫かな。あ、皆さんありがとうございました。もう残り1分になっちゃった。ありがとうございました皆さん。前めっちゃ目悪いですよ、多分 0. 何ぼとか。ありが、皆さんまだまだ夜は長いので、あの一緒にあれしてください、あのあれ麻雀ドボンでもあれでも何やっけ、七並べ大富豪も皆さん一緒にしましょうね。あ、間違えた、そう前も 0.007 とかやった気がする。そうそうそう、そう、コメント欄の方同士なんか皆さん対戦したりして嬉しい。前もありがとうございました。また次は普通に配信しますね。そう、カラオケ配信もしたんよ。まあ公演が落ち着いたらしますね。おやすみ、おやすみのにゃんにゃんバイバイ、おやすみ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 。